なんかしましょう。何もしたくない。何も、なんで。もう疲れた。疲れたからってな、疲れたからって時間っていうのは進んでいくのやらな、なんか。もういい、ね、勝手に時間なんて進んでいけばいい。何もやりたくない。何があったの、先生に話してごらん。あまり人気が出ない。おい、アニマーレの人気が全然出ない。あ、すごい。じゃあなんかした方がいいだろう。稲葉跳ねる。もういい。なん、いろんなことした。いっぱいいろんな企画とかしたし、コラボもしたけど、全然チャンネル登録も伸びない。人気も出ない。跳ねる。うちもそうや。ホロスターズもそうやね。えー、お互い何もしないでいいよ。やらなあかんねやから。じゃあもうお互い何もしないでいいよ。やめて、お互いなんかしてた方がいい。何もしない、もったいないよ、あんた。平行線ですね。配信するやろ、あなたも。平行線。もういい、何もしない配信する。何もしない配信って何や。怖い、怖いことするの。蒸気でホットアイマスクをずっと目につけてるだけの配信。誰が見に来んねん。見に来そうやな、あんたのは。見に来そうやな、あんたのは。結構喜んでくれた。そんなんでね、でもそれはほら、何もしないことにはならないじゃないですか。配信はしてますからね、アネルさん、あなた。配信で呼吸だけしてる。もう何もしたくない。配信はしてるやないの、あなた。配信もしない。じゃあもう配信もしない。もうロベルさんがそうやって言ったから、明日から配信もしない。これは俺が、もう何もしない。お、稲葉組に怒られるんだ。ロベルさんのせいです。私がもう配信をしなくなるのはロベルさんのせいです。稲葉組の皆さん、あんた、そんなことしたらあかんで、ちゃんとやらんな。なんかせなあかんねやから、あんた。え、じゃあロベルさんは、ロベルさんはこの対決で勝って、フェリクツ王の称号なんて欲しいの？それは、まあ、分からへんけどな。でもな、でも、ね、ライブ王と同じぐらい役に立たないよ。な、そんなことない。やっぱね、肩書きっていうのは何個あってもええねん。それをなんか、そんなことない。私は実際ライブ王っていうのにデビュー1ヶ月で出場させられて、宇津木功さんに数の力でボコボコにされました。あったけど、何かしらあった方がええねやから、そのためにもね。でも宇津木功さんはライブ王の称号を何も役立てていません。じゃあ俺がヘリクツ王という称号を確かなものにしてやるわ。そんなら役に立たせてみせますわ。ヘリクツ王の称号なんて何の役にも立ちません。ロベルさんのような人気の人はもう明日にはヘリクツ王のことなんて忘れているし、忘れてへんわ。この先ずっと語れるの。稲葉跳ねるのことなんて来年にはもう忘れている。忘れるか、お前。そんな忘れてんやから。忘れないやろ。こういうカッキーさん、アニマーレのような弱小の箱なんて、コロの人からしたらもう1年後には忘れられています。さっきも遊んでんねん。さっきも8時からあんたと遊んでんねん。アニマーレとシューリリと遊んでんねん。あいつらも、あいつらはどうせ来年にはもうアニマーレをやめてます。何を言ってんの。アニマーレに突然者が出ていくので。アニマーレやめてくださいよ。タイムアップです。